皆さんこんにちは、東京サバゲーパークの鈴木です。今回ご紹介するエアガンはこちらです。東京マルイのコンパクトキャリーガスガン LCP になります。発売日は2021年4月の14日、価格は7980円になります。ハンドガンの、ね、ケースを模したような黒いパッケージになってますね。非常に渋いです。そして大きさがコンパクトキャリーガスガンだけあって、普段のハンドガンよりも一回りちっちゃいパッケージですね。それでは箱を開けていきましょう。お、もうちっちゃい。もう第一印象はまずこれですね。ちっちゃい。箱もなんか簡素な感じではあるんですが、コンパクトにしっかりとまとまっている印象です。パッケージ内容はまず本体、そして本体に保護キャップがすでについてますね。そしてマガジン、こちらの箱の中には BB 弾、今回は BB 弾のみですね。そして蓋の裏に説明書が入ります。今回クリーニングロッドは付属してないですね。それでは取り出してみましょう。まあ、まずはこのホップアップの、ね、札は剥がしちゃいましょう。はい、非常に軽いですね。ちょっと保護キャップも外して、それではちょっとマガジンを入れてみたいと思います。マガジンを入れても非常に軽いですね。本当に手の中に収まるような大きさになってます。空のマガジン、こちらを含んだ重さを測ってみたいと思います。 261g です。それではマガジン単体で、マガジンが 125g、 そしてマガジンを抜いた本体のみ、本体が 135g って感じですね。ほぼ同じ重さですね。外観を詳しく見ていきましょう。まあエアガンなんで両方ともね、樹脂製にはなってるんですが、質感が変わってますね。フレームの方がちょっと脂肪加工というか、そして、スライドの部分はつるっとした印象になってます。そしてスライドの中央には LCP の刻印、フレームにこれはシリアルナンバーみたいなね、数字が入ってますね。そしてグリップ部分にはしっかりとチッカリングというかね、滑り止めが入ってます。そしてグリップの刻印なんですが、ルガーっぽく見えるんですが、これ TM って書いてあるので東京マルイのオリジナルの刻印になります。そしてこちらがセーフティーレバーになります。上に持ち上げるとセーフティーがかかります。結構カチッとしっかりとした感触で入ります。そしてこちらがマガジンキャッチボタンですね。押しながら抜いていただければ外せます。そしてこちらがテイクダウンピンになるんですが、今回はスライドも動かないということでダミーになってます。そして反対側、スライドの部分には、まあ、弾薬の種類ですね、 380O との刻印、そしてフレーム部分には、こちらね、使用する前に取扱説明書を読みましょうという刻印が入ってます。あとは ASG 系東京マルイメイドインジャパンの刻印が入ってます。こちら側にあとは特に動くところはないですね。そしてグリップ部分、フロントから左右と後ろの部分までしっかりと滑り止め加工がされてます。スライド部分を見るとフロントサイトとリアサイト、これは調整できないですね。本当についているのみ、特にホワイトドットなんかも入ってません。いや、しかし上から見ると本当に薄いですよね。非常に携帯しやすそうです。そしてリアの部分、こちらハンマーが本来あるんですが、今回はダミーとなります。そしてこちらのチャンバー部分ですね、非常によくできてるんですが、実銃と比べると若干太めかなという感じですね。インナーバレルは真鍮製の 66mm となります。もうフロントギリギリまで出てますね。トリガーは亜鉛ダイキャスト製になってます。僕の手そんなに大きくないんですけどね、やっぱりこの大きさで収まっちゃいますよね。握り込んだ感触はこんな形です。どうしても小指は余るかなっていう形ですね。トリガーを引いてみましょう。トリガーはやっぱりちょっと重めの感触ですね。そしてハーフコック機能がついてます。ここでね、カチッと止まるんですが、こっから先握り込んでも何回動かしてもね、二重装填されないようになってます。そして射撃するには最後まで引く、これで射撃ができます。トリガーのストロークはこんな感じですね。ここで一回カチッと感触があります。そして最後まで引くとここまで、こんな感じです。そしてマガジンを外して空打ちをすると、1度目は動くんですが、2度目から視野がかからなくなります。まあ、マガジンセーフティーになりますね。トリガープルを計測します。 2.4kg、 2.5kg です。
さあトリガーアップルが 2.5kg、 数字だけ見るとね非常に重く感じるんですけど、やっぱりちっちゃいこともあって引きやすいんでね、そんなに重さは感じないですね。連射もこんな感じでしっかりとできます。マガジンは亜鉛ダイキャスト製で、装弾数は10発になります。さあそしてリップ部分とマグバンパー、これはプラスチック製ですね。そして今回放出バルブ、こちらは新規造形、ここねつらい位置になってますね。そして上のノズルですね、ここがこう動くようになってます。特にバネとかは入ってないんですが、本体のトリガーと連動してここで給弾するようになってます。そしてバンパーを見ると、底の部分にガスの注入バルブ、そしてこちらにも東京マルイの刻印が入ります。サイトピクチャーはこんな感じです。非常にシンプルですよね。 LCP かなりコンパクトなんで、皆さんホルスター気になるかと思いますが、今回はねこんな感じで、わかりますかね、ブレードテックのホルスターなんですが、実銃対応のホルスターにしっかりと収めることができました。今回はブレードテックのインサイドホルスターを使います。入れるときはもう差し込むだけですね。最後にカチッとロックのような感じでかかります。そしてサイズも見てください、ぴったり、ね、そして抜くときはこのまま引き抜く、これで OK です。固定スライドガスガン、こんな形で少し大きさ比較のために並べてみました。まずこちら MGC のベレッタです。これヤスさんのコレクションアイテムなんですけどね。そしてこちらが東京マルイのマーク23装甲目ですね。まあこれ人気で持ってる方も多いんじゃないでしょうか。それと比べてみると際立って小ささがわかると思います。参考までにトリガープルを計測しましょう。まずは装甲目、重い 3.3kg、3.3kg です。 MGC のベレッタです。 2.4kg、 2.3kg です。重さを見てから改めて引くと、やっぱりトリガーがね大きい分ベレッタ引きやすいですよね。数値的に言うと LCP は変わらないんですが、あでもこれもやっぱりストロークが短い分、ここまでの距離が短い分握りやすいって言った方がいいのかな。そしてやっぱり装コムはグリップも太い分指先で引かなきゃいけないので、ちょっと負担があるかなという感じです。それでは BB 弾を装填していきましょう。まずはフォロワーを下げて、ここにね穴があるのでこの部分から入れることができます。もしくはこのまま上から入れることも可能ですね。これで10発装填されました。マガジンが薄いのでシングルカラムでこういうふうに一直線に10発入ります。ガスも入れていきましょう。底の部分からいつも通りまっすぐですね。やっぱりマガジンがちっちゃいんでそんなに量も入らないですよね。それでは初速を計測します。気温は 23.1 度、湿度が 71% です。使用する BB 弾は東京マルイのベアリングバイオ BB 弾 0.2g を使用します。 62.91、 61.38、 61.76、 60.38、 60.82、 61.15、 61.19、 60.95、 61.1、59.31 です。それでは実際に射撃してみましょう。トリガーの感触もそれほどやっぱり重くは感じないですね。そうですね、連射する時もそれほど気にはならないですね。それではもう10発撃ってみたいと思います。なんか発砲音もいいですよね。小気味いい感じの発砲音。そしてコンパクトなんでしっかり握っておけばブレることも少ないので非常に打ちやすいですね。ただやっぱりサイトはちょっと見にくいかなと思いますね。それでは3回目、これ打ち切ったら30発ですね。これで30発撃つことができました。40発目いきたいと思います。ちょっとね温めつついきたいと思います。
お、37発ぐらいで止まっちゃいましたね。ちょっとダブルフィードしちゃったかな。はい、ちょっと残りました。今ので37発目で打てなくなった感じですね。それでは 0.2 グラムで20メーターを狙います。本日発売日なんですが、ちょっとね天候が悪くて雨も降ってれば風も吹いている状態なんですが、射撃してみたいと思います。お、こんな飛ぶ。今ちょっと向かい風なんですよね。あ、いいっすね。あ、さすが流れるか。はい、10発打ち切りましたが、20メーターしっかり当たりますね。 0.25 グラムで20メーターを狙います。狙いはセンターサークルです。コンディションが悪いか。固定ホップなんで25グラムだとちょっときついかな。0.25 グラムだとセンターサークルを狙って裾の部分にちょっとドロップしちゃいますね。 0.2 グラムで30メーターを狙います。 0.25 だとねちょっと届かないと思うんで、 0.2 グラムのみでセンターサークルを狙って打ちたいと思います。お、結構ホップがしっかりかかりますね。コンディションが悪いけど当てられないわけじゃないですね。はい、30メーターでもしっかり当てることができました。ホップがしっかりかかって落ち気味で30メーターっていう形なんでね、非常にいい弾道だったんじゃないでしょうか。いや、コンディションのいい時に打ちたかったですね。はい、じゃあヤスさんもいても立ってもいられないってことで打ってもらいましょう。同じく30メーター 0.2 グラムを使用します。はい、打ちます。うわ、すっげえまっすぐ飛ぶんです。ちょっとやっぱりまた向かい風ですよね。いや、向かい風だけどこれ、この飛び方尋常じゃなくまっすぐ飛びますよ。これいいですよね。ちょっとね、こう上に 0.2 グラムでクッと上がりつつも、そうっすね、ちゃんと30で戻ってくる感じ。20から少し上がってちゃんと30に着弾って感じなんですよね。そうそうそう、だからまっすぐ狙ってまっすぐ当たる。うわ、これこの小ささで驚異的ですよ。これいいっすよね。10発じゃ物足んないっすよね。そうそうそう、あのねブローバックでホールドオープンしないから、そういつ打ち切ったのかちょっとねわからないんですけど、なんかちょっと10発じゃ物足んない感じはあります。これめちゃくちゃ遠距離でも当たるから これでヒット取ったら楽しいですね。全然3 30狙います、30狙います、狙います、狙います。すごい。それこそね、フィールドの中だったらもうちょっと風はないはずなんで。いや、まさかこんな飛ぶとは思わなかったな。これいいっすね。丸い恐るべしだ。実際に射撃してみた感想です。まずはこの小ささですよね。非常にコンパクト、そして薄いね、蛍光性に優れた非常に素晴らしい一丁だと思います。そしてこのディティールですよね。よくできてます。だって実銃対応のホルスターにしっかり入れることができましたからね。これ嬉しかったです。そして剛性もしっかりしてます。塊感とも言うんでしょうか、射撃してる時になんかギシギシするような感じ一切なかったです。本当にね、握っててしっかりしてるなっていうのが分かりました。そして射撃性能ですね、今回ちょっとあいにくのコンディションだったんですが、それでも30メーターのマンターゲットに当てることができました。本当に無風状態だったらね、しっかりと狙うことができるんじゃないでしょうか。サバイバルゲームでも使いやすいと思います。気になる点を挙げるとすれば、まあこの大きさなんでしょうがないんですけどね、相談数10発、これはやっぱりちょっと少ないかなと感じます。いっぱい打つにはマガジンの本数が必要になっちゃいますのでね、ここはやっぱり気になる点です。固定スライドがゆえにホールドオープンがしないので弾切れがわからないんですよね。弾がなくても打ち続けちゃう、こんなことがあるので、まあ何かしら強制的にねトリガーが引けないような構造とかがあったらもっと良かったと思います。インナーバレルが目立つね、ギリギリまで出してくれてるんで、どうしてもこの金の部分が目立ってしまう。ちょっとねやっぱり見えることでおもちゃ感が増してしまうので、ここなんか黒く塗ってもよかったんじゃないかなとは思います。そしてもう一個、これ
サプレッサーつけたいなって思うんですよね。皆さん走行部なんかでこういった固定ガスガンとサプレッサーの相性いいことは分かっていると思います。オプション品でも構わないんで、もう初めからねつけられるように設計されてたらもっと良かったんじゃないかなと思います。丸井さん、これは後々でも構わないんでオプション品出してほしいかなと思います。とはいえ皆さん、新規造形のパーツがいっぱい詰まったこのエアガン、この金額で買えちゃうんですよ。これぜひコレクションに加えましょう。今回ご紹介したエアガンは東京マルイのコンパクトキャリーガスガン LCP でした。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。